何？強いやつ。ほら。はい。しかもなんか後ろにいるし。小四郎さん。まあそれはわかるけど。いやルーム作ってるからその間に。これで見えん。これはマジ化してますわ。俺誰が作ったんこんなこれね、なんかね、俺の配信でね、よく来てくれる職人さんがいて、いっぱいいろんな画像作ってくれて、綺麗ないろんな辻川くんいる。辻川くん他なんかどんなのかな。何の職人なんですか。あ、これでこれで絵の vs 辻川ってやっていく。うん、そう。それで辻川くんのいい写真を探してんねんけど、これでいいかな。やばいな、これフォルダ見たらろくな画像ないな。うん、ろくな画像ないよ。このフォルダ。え、じゃあガリレオくん、あ、これ、はい、これ何かわかる。これこれやばいな。俺おらんやん、これ。これガリレオくん。俺おらんやん、俺が。もうできた？できた。あんま違和感ない。できた。ちょっとこれいくから。あ、じゃあこれ。これギャスレオさんですか？ギャスレオで辻ギャス。え？ギャス川。ギャス川さん。ギャス川さん。ギャス川さんとギャスレオと。あ、いけそんなことする？え、これどこにやろう？この画像を。こうフィルムをこう辻川君にしたらいいんじゃないの。この本のこのこれを辻川君にこうして。大変でいいよ。あ、はいはい。これ辻川君読んだって。これ延長した方がいいかな、枠取り直した方がいいかな。いや、延長するよ。あ、マジで。うん、延長100円だったし。あ、そっか。延長ってどうすんの。延長、明日今からニコニコポイントを買うから。はい、それで延長ができる。あ、辻川君来た、ヒャッハーやって。あ、もう入っといて。あ、そっか、まあラグチェックな。じゃあラグチェックで。じゃあとりあえずラグチェックで。え、もう辻川君、あ、そっか、まだスタイプ繋いでるな。レジェットで。はい、とりあえず、じゃあみんなこれラグチェックで。辻川君、これステージどっちの方がいい。あ、じゃあサイレント。サイレント。はい、はい。ここの絵ってさ、ラグチェックレイチェル戦でさ、エリアの安定しなくない。どうやろ、そこまでレイチェル戦やってないし分かんない。なんか、あ、いや、ちょっとなんか中央で普通にいつも通りのさ、まあ 6C なりジャンプ C、まあ何でもいいけどやって、ダッシュ 6B が入らへんねんけど、俺あんまり。とりあえず30分延長しといきます。はいはいはい、とりあえず30分延長で。じゃあ俺ニコニココメ秒ちょっといじっとくわ。うん、立ち見 B、 さすがにコメントを見れないのはちょっと寂しいから。そやな。いいよ、真央ちゃん。全然ミラーしてもらって。ミラーは全然。ありがとう。あ、カントナさんが。カントナに帰って。やばいな、こんな。ありがとうございます、広告。こんな人数。え、ここまで何でもありやん。見た今。見てなかった。何でもありやん。一応、コメント何なん。じゃあ、ニコニコ側では立ち見ビー表示してんねんけど。意味わかん、ぼーっとした。ちょっと難しいの今、ダッシュ完成超過。じゃあ満員なんでミラーいいでしょうか。あ、HH さん、すいません、はい、ありがとうございます。お願いします、HH さん。ほら、あんたマリア。え一応コミュニティ貼ってもらえると嬉しいかな。今なんか、こんな辺からこんな辺まで運んでる。何今こんな言い方あった。じゃあ、コメビちょっと。もちろんコメ入ります、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、職人さん来た、職人さん来た、職人さん来た。まあ大丈夫。職人さん来た。ちょっと危ない。まあ、そんな感じやな、ちょっとあれぐらい。職人さん来た。おー、ラグチェックで自分から殺していく。まあ、ちゃんとそれかなりかなり自信のある証拠やな。
兄さん。でもしとこな。それ安定しんだと思う。後ろに資料さんおるで。広告、ああありがとう、おわいおわさん、ありがとう。おわいおわさん。まああれやな、向こうの子もできてるな。ちょっと米部を。え、あの使い方すんの？最新バージョンにするために。近くで。あ、バージョンアップしてなかったな、コメディを。いや、バージョンアップとかないからさ、そのレコードとかさ。新でアイディア。もうここら辺の構成からして狂ってるからな、これじゃ。飲み込まれた。広告、広告、沢木さん。あ、沢木さんや。沢木さん。うん。沢木さん。あれあれ、うん、俺がギルティ始めた時ぐらいから知ってる人。へー、辻川様、信仰って書いてあるけど。え、そんな人じゃなかったはずだけど。え？おかしいな。俺の知ってる沢木さんは結構クールでかっこいい人やったんだけど。あれ、灰谷さんの同級生だ。そうなんや。やったはず。いや、一番最初はジブソン君つながり、うん、うわ、トトソンさんや、トトソンさんだ、すげえ。これ、狭間の有名な人。300も広告してくれたのに、おすすめの生放送です、見に来てテンプレ、あれそのままやったらこうなの。もう立川殺していいよ。よし、じゃあレビューでこっち行った方がいいんじゃない。正面、正面がいい。どうした。あ、いや、俺の声近いけど大丈夫だ。よし。でもあのミラーしてくれてる方が何人か いてはるんで、じゃあ辻川スカイプでよか。あ、そっか、まあ、どっちだけど。辻川くんまた後で。もう始めんで、終わってからで。じゃあまた呼びまーす。はーい。あ、聞きます。辻川画面をつけこなしたかなって。よし、じゃあ、はい、あ、まあ一個また後で。いいか、おめえら衛星さんと辻ガリレオさんもいいですか。はい、じゃあ始めていきましょう。行ってみましょう。行ってみましょう。まあ実況は俺ができるだけ。え、ブーンって言われた。あの、僕昨日辻川さんにね、めっちゃ怒られたんで。おお、らしいな。めっちゃ怒られてね、エノさんにちょっと頑張ってもらいたいなと。ちょっとコメビュー今は無理らしいんで、じゃあ立ち見 B のコメントはこちらで見ましょう。コメニコニコ側で。はい、ではやってみましょう。これは対策ですね。おー、つないだ。これも差しでマウント、さすがに死んだか、まあ、ちょっと残るが、ハメ。えのさん、上田かのさん、かっこ偽さんが、えのくん頑張ってねって言ってる。まあまあ、ノーゲージでハマるとここねも一緒というか。これは今度はめっちゃか、カブちゃん、うん、ここねでやった。ここね、これはやってない。やってない。うん、入ったらやった。全部入ってます。このゲームさ、ここの絵に似てるキャラってさ、アイチかレイチェルかアズライリアと思うねんか。オレンジやったら話すと、話すときに声で話す。どうかな、ちょっと分からんけど。でさ、そのうちのさ、ライチとアズライリア結構行かれとるからさ。風受け身で。ああ。
これは確定が不可、安定ルートだが、これはボーナス入ってないのかな、入ってないが、まああんま関係なかった、まあまあ関係なかった。え、あれボーナスあるんですか。125ボーナスがあの地面に設置した瞬間に拾ったあるらしい。マジで、マジで俺も知った最近。がボーナス125か、すごいね。あれ乗算自動100、乗算100、ボーナス125 すげえな。神業の、神業すぎる。ブレブルに一番補正いい。125って今まであったっけ。ないと思う。ないよね。うん、これは CS だけ125。あ、冷えすぎか。これはカエルがいた。あ、これさすがに。そう、あの国内の連携さ、下段がめっちゃ強いのよ、うん、そうだね、下段がすごい濃いのよね、こいつは。いや、うん、めっちゃファジーできん、うん、まあ、ファジーっていう概念がもうないやろ、このキャラに。ないな、無理やろ、無理、全部食らうわ。なるほど。まずはここの絵ですね。そう、6連続で弾が出せる、ここの絵は5連続5連続か。 3C が2発目上だ。あー、なるほど。ガリオさんいるよ。ありますよ、あの 3C さ。うん、やばいで、あの技。あの 3C はガードした後のことを考えない。そうやな、それだけ。立ち回りで 3C 振られた場合、うん、こっちが手出せても、うん、ジャンプ攻撃間に合わんへんかった。いや、めちゃめちゃ硬直少ない。視点手だね。そうそうそう、硬直は、まあ、しゃがみ技やから。硬直はまああんねんけど、視点が手だ、しゃがみ技の割にって感じやから。そう、あの、まあ、B とかでは全然ある。そうけれども視点が低いから感覚が間に合わない。なんかあれ、透かした後のことを考えた方がいいかもね、本当に。透かした後、もしくはガードした後やな、ちゃんと、うん、ガードした後何かあるかったら、大体なんか脊髄 6A を42段ジャンプしてもう一回 6A 取れてってなるから。まあ正直対空ずらし、俺もどうしよう、オプション系で対空ずらし展開に、まあ無理だ。なんか真っ向から地上戦できたらいいんだけどな。まあだから、それやろうとしたらあの時やるから。やっぱりなんか考えれば考えるほどなんか進んでいくから、そう、俺は考えるのをやめたよ。ユウとかさ、いけそうじゃない。ユウいけるのかな。 3C はね、ガードフレームがマイナス1やったっけ。だからガード後も結構展開があるな。あの火球ありやん。うん、あれガードでも発生放射いけるっぽいんですよ。っていうか、あの技、あのカウンターするフレームがほとんどないっぽい。あ、マジで。なんか全体がまあ40何歩かで発生が25ぐらいらしいねんけど、うん、あの25の時点で非硬直がないらしい。え、そうなんだ。非カウンター硬直がないらしい。だってランチがボート場所じゃないですか、ライチ。うん。で、火球消せるんですよ。あの、ここの絵本体に当てれば。うん。ガードでも。なんで、まあまあいけるんかなと思ってたんだけど、うん。ワープが無理すぎた。まあ、せやな。うん。あ、何もさ。これは変える。あれやな、安易な電気設置は運ゲーの風邪ジャンシーでなんとか結構なるって感じやな。あ、あー、開ける。あ、そっか、画面外の重力に釣られたんか。あるだから、僕がなんけどな、バースルフと押されて普通にあんな歩けへんかった、知らなかった。てか、ワンチャン B か C ドーンじゃやったんじゃないの。やろ、あ、うん、A ではない、 A ではなかったな、ないと思う。まあ、近づいてたらダリアスを探しちゃった。距離的にダッシュしてダリアスしたらよかったんだ。まあ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 、A と C の
違いって何ですか？距離距離。A が一番近いとこで、だんだん B、C で離れていく。発生も違う。無敵は？あ、そうね。一緒一緒。一緒なんかい。だから、下級読みのなんかそういう対策しとるやつは多分 B と C とかでいけんじゃないの？ああ。A 超下級だったら、なんか、公職のでかい技じゃなくて、発生保障の下級で相打ち取って、本体工場を消してっていう対策するパターンがあるから。あ、きついなぁ。西洋で B と C も悪くはない。カズラエルのあの、この間のブラックホーク打って、超下級で工場を消してもらったブラックホークとか。ああいうふうに。まあ、この映画がバーッと打ったときに、急だ。結構マグコじゃない ?B、C かどっちか打たれて、まあ、そら。各班取ったけど、バーストを打たれて、なぜか下級ガードしてるみたいな、ありそうじゃない？そうやな、この、ここの絵の基本行動の D を出す、とりあえずアクティベートで離す、下下で設置っていう超安定行動が、まあ、各キャラきついんけど、このここの絵のめっちゃ簡単な作業を各キャラどうやってとりあえず崩すかってところやな。で、そっから重力か火球設置して、でその次にしてない方を設置するって感じやな。確かに今やってみたら、うん、通常版の火球は弾が画面内に発生、弾の攻撃判定が出た瞬間にここのようなキーカウント判定を消滅してる。そう、うん、それがちょっとまずいっぽいな、これこのまま。だからカボチャみたいに、まあでも、まあ、カボチャの基本は一緒なんじゃないかな。振ってる最中、攻撃判定出るまでに殴ればカウンター。ああ。じゃああんまり、そもそも対策取れるキャラの方が少なそうだね。そうじゃない、俺カルルでやったら、ほんまに無理やで。じゃあ言ったら、その部分を崩さないと、そもそも勝負にならんキャラが多い。確かに。マジで。カルルってさ、あの火球、姉にダメージ受けたらどんぐらい減んの？うますぎる！あ、そうなんや。やってみ、やってみよう。そんな減らんの？うますぎるやな。仮面八の超火球はなかなかいいよ。なんか違うんけど、あれ、AB バースでも出てるから。え、そうなん？多分ね、ライチの地上で、攻撃に判定出しながら補給するんじゃなくて、うん、移動した後に攻撃判定が出てるから。ああ、なんか画面8の超火球は一歩前に出てから攻撃判定が出てるもんね。あ、そうなんや。だからめくったら当たり前だから普通にそのままぐらい、まあ、結構重いの入る。自分に D が被ってる時が読み合いやな、うん、まあ D ボタンは相手が 6D するやつなんか 3D するやつなんか、うん、事前情報じゃないけど対戦中にでもいいから捕まないと得意な。じゃないと。はあんまり 3D タイプじゃないねんか。6D やな。6D タイプやねんか。なんちょ 6D メインにやっといて、まあ、もしも 3D されたら、あ、こいつここで 3D やってきたんやってのを覚えてって感じかな。いちいちあの画面見て 3D と 6D 判断するのはもう無理と思っていいから。はいはい。ああ、そう、はい、そんな早い。まあ、レイチェル使ってる分には、その、結構レイチェルって画面見るところ多いから、相手の、そういう設置系を見れへん。キャラやし、諦めてる。あ、すげえ、その技。いけるな。あの人形に今、超火球当てたけど、全然減らんの。あ、マジ？これは。エボさん2回分ぐらい。あの、ジャミングダークって、どこに攻撃判定出るの、これ。前。前。2個目っていうか、その正面にある。黒い玉。ああ。結構離れてるよね、中央じゃなかったら。あ、中央やったら。距離一定じゃないか。これはな。あの、橋やったらさ、橋に出んねんな、多分。出るよね。一緒だな。わからん。一緒だ。ちょっとやってみよう。多分一緒だと思うけど。別に相手のバトに。あ、橋は目の前に出る。なるほど。
多いな。さすがに涼しが強いな、この絵、まあ、強いなんてもんじゃないけどね、うん、マジで。いや、なんか、うん、お前は何を言ってるんだ。いや俺せっかくオブラートに包んだのにさ、強いな、強いなんてもんじゃないな、マジで狂ってるな。昨日入ったよ。俺めっちゃオブラートに包んで損したんやけど。お前、昨日入って何を学んだの。いや、入ったよ。いや、お前、昨日2時間半ぐらいやってたんだよ、俺このやった。あれ、掴んで。そうだ。ゴービー深かったらジャンプして掴んで。あー、今のないな。ちゃんと、ジャンプでジャンプしにしたはんね、あの場合は。ゴービー低いと思ったら。はい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 。当たったら、はみ殺して俺やんな。まあ。あ、確かに。中央でジャミングダンクしたら結構遠いって見れるんだよ。あれやろ。いるやろ。まあ、そろそろ風ジャンプしちょっと見られてきてるからって感じやろ。まあ、別にいいよ。つうか、向こうそれでジャンプビートが6秒になったら出してたし。レイチェルのさ、ジャンシーよりさ、うん、さすがにここでのジャンビーのが強いやな。いや、まあ、横への攻撃判定はもうぶっちりで強い。あと下へもぶっちりで強いって感じ。あれあの結構高めでさ、ここのがジャンプビーやるやん、うん、アズライルのしゃがみよりすからへんやんか、あの技。え、マジで。マジでマジで判定やばい。あ、ライキもすからへんかったわ。そうそう、だからあれは下に判定が超濃い。あ、そうなんや、やっぱり。うん、俺の印象だと、レイチェルのジャンプキーの、上位互換。あー、ぽいな。なんか、狭間でさ、変だっていうか。あー、きついな。なるほど。狭間のジャンプ B とジャンプ C を、ジャンプに C をさ、足した感じのことやな。なんか、どっちかっていうと、俺は狭間のジャンプ B とレイチェルのジャンプ B 足して聞いたわった感じじゃないですか。あー、近いな。クライアンテがそもそも出てないから絶対昇竜拳だもんね。クライアンテないね。まあクライアンテはないやろか。ないな。お、うまい。あの 5B がな、あれちょっから浮いてんのがちょっと、あれ結構早い段階で打ってるやろ。いや、めっちゃ早いで、あれ。で、なんか立ち回りであの 5B を振ってると、うん、まあ、ラグナとかがダッシュ BC で牽制しちゃったら C が深くて、ごえーってなる。あー、結構俺もなった。うん。牽制として、まあ、使うかどうかは分からんけど、まあ、そういう距離で、ここの絵が B を押して反撃されても、まあ、入れ込んでる隙の技が使らせたって。あの、片目でさ、B で暴れられて、で、ディレイしゃがみとかやったときに、立つんだけど空中ヒットするやん。空中ヒットして、降ってくるここまでのジャンプ B が強すぎてさ、ああ、なんかほんまに吐き返した。あ、4から9が空中判定。早いな。でも空中判定が4っていうことは、1フレアスム的なのかな。いや、出てきはないと思うけどな。うん、4から空中判定ってさ、なんか入れっぱするよりマシじゃん。まあね。すごいな。まあ、超低空攻撃がいきなり出ると思えばいいんだ。そうやな。うわ、アクティベートさんすげえ。あれって今何設置ですか？サンディ設置？うん、サンディ。ジャンプサンディ。ジャンプサンディ設置。はい。アクティベート発生早いな。早いな。うん。てかまあ、発生も早いっていや、ガード硬直も長くて、うん、でここら辺硬直も全然ない。まあ、4とか5とかじゃない？全体16。考えて作れ。え、16？ らしい。発生は、あ、いや聞いた話は知らんで、聞いた話はまあ全体16らしい。なんか
やってる感じ発生5とか6とかっぽいやん。相当速そうやな。うん、そう、全体がらしい。全体がやもんな。あれ飛び道具アクティベート全体モード長すぎてやばいんやけど。A ボタン押すより気持ちよくないんやけど。マジか。まあだから G と、まあ言ったら G と、うん、その下下ステッチとかさ、そういうの使ったらここね死ぬほど簡単に曲使えちゃうから、うんうん、っていうだ、うん、だけやな。けどまあやっぱここね、いや判定強すぎるわ。ちょっと判定強すぎますね。うん、キャラコンセプト自体は絶対面白いから両調整してほしいな。そう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 、うん、コンセプトめっちゃおもろいよな。面白い、かなり面白そうやと思う。常にその画面内にあるその D 設置の方向に重力が働くっていうのは機械としてはちょっとなってしまうんだけど、うん、でもコンセプトとしてはかなり面白い。ブレイブらしいよな。せやね、あのほんまにアークはやっぱり新キャラってのうまいな。うまいうまい。あの右下にアイコンあるやん、うん、あのアイコン、あの復活というのは流行ってるんじゃないかな。まあなんか、神奈人と火の様のアイコンいらんやろ、顔そうそうそう。あのアイコン相当仕事してないからみたいな。普通になんか、スタッフさん見て知ってる時にスタッフさん映画出ないことぐらいわかるやん。そうそう、アイコンセタさなくてもいいでしょ。いや、めっちゃあのアイコンに煽られるからな。まあなぁ、出ないんじゃないよりかはあったバレるフィニッシュ。そうやな。そうそう、キャラコンセプトはマジでな、相当いいねんけど。てかまず D の調整を明らかにミスってるな、このキャラ。D ボタンがもう明らかに出るから。そう、D ボタン多分、これ最強まであるな、D が。使い手があって、これ D ボタンの感じどうなってるか。あ、まじついたら回復してるなって言ってたから。そうそうそう。お前 CS バレてないんかよ。なんか、一点でもなんか感じてるのも、まあまあ、ほんまにやっぱり。それ昔のバルケンハインスは。あ、でも、今は変わらん。あ、それはある。うん、もし、まあ、アーケードにこのキャラが出たとき、どうなるかわからんけど、まあ、バルケンハインの例を見ると、まあ、3S キャラが SS になり、S になり、今に。そうやな。あり得る。たまる前にし。あり得る。いや、ほんまに D ボタンが最強やな。史上最強、これ。D ボタン。D ボタンだけで手が積むってめっちゃ面白い。 D ボタンだけで手が殺せるな、これは。え、そうなんや。だってあの一生積力したら手が近寄れへん。無理やん。無理やと。阿部元さん、で、しかもその再設置にそのあんまり仕事してないゲージの制約ぐらいしかないから、一応弱点としては積力やった後、うん、しばらく D OK、 しばらくて